しゃれだね。あと、うん、これ120ね。じゃあこれから GU でお買い物です。はい、はい、楽しみ。じゃあキッズコーナー行ってみましょう。はい、父が前欲しいって言ってたの。あ、見てみようか。すごい新しいのいっぱい出てるよ。ここかわいいね。おしゃれじゃん。え、どれ、これこっち、これが欲しい。110、これどうかな。あ、可愛いんじゃない。下はどこにあるの。自分はこういうデニムとか、そっちかな。この子が着てるやつがいい。あ、これ可愛いよね。これだよ、これ。これ可愛いね。全部決めてから試着しに行く。他にももっと見てみる。ねえにも良さそうなの。あとは買ってってあげたいもんな。こっちは結構動きやすいんじゃない。これだと保育園でも着れるね。はい、紫で110。この色がキキのサイズだからね。この黒、これ黒も黒いいね。メインも同じの買ってこ。で、試着いく？あといい？うん。じゃあどれからいきますか？これ。これ、じゃあこれ、これね。サイズどうですか？お腹？あ、お腹は大丈夫だね。足の長さは？お、いいんじゃない？じゃあもう一個デニムのやつ履いてみよう。じゃあ一回脱ぎましょう。おしゃれだね。なんか小学生に見えてきた。あとはもう見なくていい、ここでは。とりあえずもうちょっと見ようかな。もうちょっと見る。これ見せる。色はなんかね、いろいろあるよ。これとかちょっと濃いやつとか。これ保育園着れる。あ、これ着れる。だってゴムだもんね。うん、これ大丈夫。ゴム、なんか色違いもあってね。ほら、これとかこういうのもあるけど。このデニムでいい？うん、うん、ありがとう。はい、指輪はね、こっちで。アクセサリー大好きだもんね、キキ。この辺が指輪だね。これかわいい。これにする。黒？黒買ったらすぐやる。じゃあ、あと会計しましょう。はい、はい。楽しかった。楽しかった。久しぶりにお買い物したもんね。最近トレーニング頑張ってるからあんまりお買い物しなかったもんね。早い早い。どうした。早い早い。メイク、メイク、アパマ塗ってる。あの、ペンでやるかな。これ買ったの？ガチャやった。ガチャでやったのか。すごい立派なやつだね。あと、うん、もうあと、お、いいじゃん。あ、それいいんじゃない。お風呂でやる。やる。昔キキもこういうのやってたね。うん、やるよ。ね、やってる。カメいるじゃん。カメいる。赤いる。赤もいるね。これ買います。だーだーやっぱこれ。このゴム欲しいの。うん、いいの。でも買って買う。はい、ユニクロです。まず子供から見ていい。キッズ行きましょう。ねえにもね、頼まれてるものがあるんだ。あの緑のね、パーカーが欲しいって言ってた。キキあんまこのレギンス好きじゃないよね。ピッチリするやつね。うん、あ、ちょっと待って。ネネの欲しいって言ってたのこれだ。これのね、グリーンが欲しいって言ってたんだ。
これだ。130でいいかな。これ買いたい。あの子が着てた。お、気持ちよさそうだね。色どうしますか。白がいいの。それだ。じゃあこちらね。それと、うん、ね、この子が着てるのってどこにあるの。それはこれですね。スカートみたいな短パン、短パンになってんだよ。ほら、色。これいいんじゃない？見て、妊婦。あ、そう、妊婦さんが履くやつ。ママもね、このデニム履いてたよ、妊婦の時。これ？キキがお腹にいる時、このユニクロのデニム履いてた。懐かしい。ママのおすすめ。でも、これはどうですか？ベスト。半袖の上に着てもいいし、可愛くない。ちょっと合わせます。これ120ね。あ、120の方がモコモコしてて可愛いかも。これにする？持って、これと、うん、もうちょっとか。うわあ、これねえねえに。ドライクルーズ。それ120で大丈夫か。130。上結構大きめ着てんだよね。130でいいかも。じゃあこれで、はい。このグリーンかわいいな。ゴー、これどう？スヌーピー。これかわいくない？これ結構いいんだよな、ユニクロの。これ。帰り。ただいま。ユニクロで買ってきて、あれ欲しいって言ったやつ。このズボンと、それは GU で買ったんだけど、はい、これとドライの T シャツと、あとその緑のパーカー。いいよ、やった。これ欲しいって言ってたやつだよね。そう、130にしたんだけどさ。いい、どうかな、サイズ。多分大丈夫。何これ。なんかこれ可愛いなと思って。ママチョイス。長袖ね。そう、長袖。悪くないでしょ。うん。28。よーし。29。30。30。よっ。おー、いいね。48 50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 
はい。うん、おいしい。ありがとう。ここはおいしい。